グエンドリン。眠っている。間に合ったのか。我が宮殿に押し入って堂々としたもんだ。だが私の妃にそれ以上近づくな。ならず者。お前の妃だと。目覚めれば魔法の力で私の虜となる。いずれはここで生まれ変わり、私の一族として生きていくのだ。させるものか。大地を流れる熱脈の主のこのオニキスの花嫁となるのだ。魔王の娘なら我が権力にも見合う。彼女にとっても喜ばしきことだろう。オーダインといい、権力者というのは実に勝手なものだな。お前の権力欲を満たす道具だというなら他で見繕え。グエンドリンは返してもらう。白馬の王子を気取ってお姫様を連れ去ろうというのか。それより自分の心配をするがいい。お前の影から漂う死の匂いが私の気分を害させる。死の国でふんぞり返るあの女の匂いだ。お前の前にいる炎の国の権力者はとても寛容ではいられない。腹の底から怒りが湧いているんだ。予言に描かれる真の姿をお前に見せてやろう。無念だ。お前に渡すぐらいならいっそのことこの手で。彼女に触れてみろ。うなる間もなく一撃でお前を消し炭に変えてやる。
納得できぬ。お前に我らを引き裂く権利などあるものか。卑しい盗賊のように力ずくで奪うのか。私のこの思いの行方はどうしたらいい。恋というこの身を焦がす魔物を鎖につなぐなど到底できぬ。この胸の苦しみをどうやって耐えろというのか。突然現れた無礼者に宝を奪われどうやって。お前の言葉はそのまま俺の言い分だ。口づけでも何でもして起こしてみるがいい。だが愛されはしないぞ。彼女は魔法で眠らされただけだ。魔王オーダインがここに来てそう告げた。心を自由にする魔法は最初からかかってなどおらんのだと。お前が彼女を起こさなかったのは心を得られないからなのか。そうだ。目覚めれば飛び去るだろう。ならば眠らせたままこの手のうちに置く方がよい。何？そうか、彼女の心は自由にされたりはしないんだ。よかった。炎の王、礼節を書いたことは詫びよう。そしてその苦しみに少しでも報いたい。オニキス王が望むなら一度だけ王のために剣を振るおう。俺にできるのはそれだけだ。そんなことで私のメンツを埋め合わせようなどと。もう一つ覚えておいてもらおう。俺の目の黒いうちは彼女に近寄らせはしないぞ。目覚めた君は俺を見てどう思うだろう。憎むだろうか、そして去って行くのだろうか。どんなに思い悩んでも意味はない。もう心は引き返せない。君がどんなに俺を打ちのめそうと、先には後悔しかなくとも。見たいんだ、開かれた君の瞳に俺が映るの。聞きたいんだ、この柔らかな唇が俺の名を呼ぶの。ほんのひとときでも君に笑顔が灯るなら、それだけで俺は生きていける。もう誰の支配も受けない。これからは俺の意志で君のために。